アルマーン・コーリはインドの俳優。ラージ・クマール・コーリと西の息子としてムンバイに生まれる。チェンブルのキリスト系学校に通うが9年生の時に中退する。父が監督を務めたバットル・キャグ・ラージ・ティラックで子役として出演している。1992年に父が監督したバイロディで俳優デビューするが同作は工業的に失敗している。 続いて、デイワナに起用されたが、アルマーンは、最初の撮影を終えた後に降板し、代わりに、シャールクカーンが起用された。アッパスイコールムスタンの、バジガーでも主役に起用されたが、最終的に降板して、シャールクカーンが起用され、シャールクカーンの DDLJ ラブギット大作戦でも、降板して、パルミーティセティが代わりに起用された。1990年代は、デュッシュマンザマナ、 アノム、オールウッドケ・デュッシュマンなどに出演したが、いずれも工業的な成功は収められなかった。ラージクマールはカハルでアルマーンのキャリアを復活させようと考えたが、工業成績は平均的な結果に終わっている。5年間活動を休止した後、アルマーンはジャーニ・デュッシュマン、イーク・アノキ・ー・カハニに出演して、活動を再開するが、同作も工業的な成功は収められなかった。 2002年に車を運転中に歩行者との接触事故を起こしている。2003年には JP だったのレッドマウンテンに出演している。2013年9月からビッグボス7に出演していたが12月16日に共演者のソフィア・ハヤトに対する暴力行為で逮捕された。アルマーンは翌日には保釈されている。2015年にはスーラジ・バルジャーティアのプレーム兄 王になるで12年ぶりに映画に出演し、悪役として、サルマンカーンと共演した。ラケシュローシャンの誕生日パーティーに出席するアルマーン、コーリとラージクマアルコール。ありがとうございます。